武蔵ドリームチャンネル天津風上野氏です。はい、ゆめこです。はい、今回は3ヶ月で三味線ステージチャレンジということで、はい、チャレンジ対決ですね。今回は、はい、はい、はい、ですね、3ヶ月後に三味線が三味線でステージにチャレンジするということで、はい、そうですね、はい、今日も5時間、はい、5時間、はい、こもって集中して、されるということですね。はい、で、今日は今回はこの三味線の技編ということで、スリーというですね、はい、よくこう三味線でワンヨンヨンってやってるこの技ですね。はい、これを、やっていただきたいと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、よろしくということで、今回はこのスリーというですね、スリーで、スリーはあのビブラートっていうのもあるんですが、ビブラートはその場で動かずにこう、まあ、こうツボを、まあ、勘どころをですね、動かずにそのまま揺さぶるという、はい、でスリは、このツボっていうのを勘どころって言ったりするんですが、ここを移動するというですね、はい、まあ、こう聞いたことのある、こうタウって音を、はい、こう糸をすることによって音を出すという、技になります。で、最初の1音目は打って、その後の音をこう糸をこうスライドさせてずらしてですね、はい、で下から上から下にこう移動したり、で下から上に移動したり、まあ、同じ場所をこう往復したりというような、形があるんですが、はい、で、まあ、ポイントとしてはですね、まず右手の方ですね、はい、で、こう左手をこう動かすので、こっちがこうおろそかになって、うん、糸から離れてしまったりとかですね、あの違うところに行ったりするんですが、はい、こう右の方はこの打った後にこの皮の方で止めていきます。はい、こう吸ってる間、こう左をこうスライドさせるときに右の気持ちがこうあそこのよそに行ってこう離れてしまうと、はい、もう支えがなくなってきて、まあ、こっち左の糸が脱線したりとかするんですね。でこの打ってる間、左のこの準備ができる次のフレーズに行くまでの間、こう皮の方で止めていきます。はい、打った時に皮で止めてキープしています。はい、で、まあ、こっちでこの支えを作って安定させるということですね。それによってこの左、この離した状態になってもこう動かせるっていう、で左の力も抜けて、この支え、こっちでこう支えができる状態なんです。で左の方は、このまず竿に対してですね、この特に一の糸をこう、はい、スライドしていくときに、この、まあ、奥行きといいますか、この指のですね、浅いとこう指がリーチが短くなるんですね。はい、短くなって、こう押さえるときになかなかこう糸をこうしてスリーの時に移動していくのがずっと外れてずれてしまったり、はい、支える力がこう指のリーチが短いと弱くなるので、はい、なかなかこう糸を安定して移動することが難しくなる。はい、なので奥行きをグッとこう、はい、奥まで、うん、で指の位置が奥までこう入れると深くなりますので、はい、こう指のリーチが長くなって、でこの押さえるときにこう指がこういうふうに曲がった状態になると、これはこれでまたちょっと力が入ってグググッと、あまりこうフッとだからシュッと移動しないといけないときもあるので、はい、移動がこうスムーズにいかなくなるんですね。はい、なので指をこう弧を描くようにちょっと曲げてですね、はい、まあ、こうですね、への字というかこの字というか、はい、であとはこのもう一つポイントとして、こう指の方向が、まあ全部こう同じ方向を向いているというか、まあ、ペンを持つような感じ。そうですね、まあ、こういう、指を立てた方が支えやすいという方もいらっしゃるんですが、こうするとこう指にこう視線がいってしまうというか、指を立ててるのはすごく目立っちゃうんですよ。こういう、まあ、この方がこっちでこう支えやすいという方もいらっしゃるんですけど、うんうんうん、なんでまあこの指の形としてはこう、まあ、人差し指も薬指も中指も同じ方向を向いて、これだけ人差し指だけあっちの違う方向を向いてるんですけど、指の方向が同じ方向を向いていて、はい、あとはこの1の糸を移動スリーを移動していくときに、まあ、今日もこの1の糸のスリーを中心にやっていくんですが、
この4以降のツボ、勘どころを移動していくときに、薬指で移動していくことが多いです。はい。はい、で薬指でこの3で支えていくときに、この親指と薬指の間隔がこう短くなるとですね、ここの支えがちょっとバランスが不安定になってきて、あとこの手のひらの形もこういうふうにちょっとこう抱え込んで浅い構えになってくるんですけど、はい、でここの親指と薬指の間隔を対角線で、まあ大体まあ目安としては、親指がこう4の1ぐらいだとすると薬指を6の1ぐらいに少しこう間隔を空けてですね、はい、でこう下の方にこうすって移動していく時もこの間隔を大体保ってこう移動していくと安定して移動することができます。ここがこう狭まったりすると、この支えがちょっとバランスが悪くなってくるんですね、はい、ここを開いて対角線を開いてですね、この親指と薬指を支点にして移動しています。であと腕の根元の方はこの、まあ、この腕の根元肘のあたりをこう支点にしてこうすりで移動して、でこう指でこうやってグッと力を入れてここで移動していくという、あと手首とかでこう移動するというよりは、はい、腕の根元の方でこう移動しています。このがまあ最小限の力でこう移動がこうスムーズに、はい、で奥の方に行くときはこの肘の方が外に出てですね、はい、で4のとことか6の1あたりに来ると大体こう肘と手首と腕が平行な状態で竿に対して、まあ竿に対すると垂直な状態になりますが、こういう状態で支えています。こういうフレーズがあります。で、まあ、このスリとですね、ここでスリとビブラート、2つの技をやっていただきたいと思いますが、はい、で、ビブラートの方はキャーと押さえ込む、まあ、音を揺らしていくところですね。うん、で、ここは、まあ、音を伸ばしていくところで、このスリのところは、ちょっと音符が8分音符で忙しいので、この4、6を伸ばすところでちょっとだと思います。で、次にこの6から9に移動すると、はい、これは3で吸っていくと、で2つ目9まで行くんですね、はい、6で 9まで行って、でこの9で止まった時にこう打った時にこうビブラートを行います。で3つ目のフレーズが9から10に吸って、で10を打つ時にビブラートを行います。で4つ目が10から12に吸って、はい、で12を打つ時にビブラートです。で、まとめると、最初の4と6、これは全部打ちます。で、4、6、6。で、6の時にビブラートを打って、で、2つ目が6から9に、はいはい、薬指で最初吸って、で9を打つときにビブラートを打ちます。で3つ目が9から10に吸って、で10を打つときにビブラートを打ちます。で4つ目が10から12に吸って、で12を打つときにビブラートを打ちます。この4つをゆっくりちょっとつなぎます。最初は4、6、6、4の人差し指ですね。4、6、人差し指、薬指で、この6を打つときにビブラートを打つ。せーの。はい。で、このまま薬指で6から9に吸って、で、9を打つときにビブラートを打つ。はい。で、このまま薬指で9から10に吸って、で、10を打つときにビブラートを打つ。で、10から12に吸って、で12を打つときにビブラート。音が切れちゃいます。最初なかなか難しい。打った、すいません質問なんですけど、はい、打った後に、はい、こうビブラートは揺らすんですか。そうですね、打った後に揺らしてます。打った後すぐに一緒ではなく、一緒じゃない、タン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 って感じですね。タン、タン、
あ、右のリズムとしてはタン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 タウタンタウタンタウタン、あ、1個目はタタン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 タウタンタウタンタウタン、初めだけちょっと右がこのリズムが忙しいんですが、はい、するところも全部1個目のフレーズは打つんですね。タタンタウタンタウタンタウタンって言ってますね。はい、で右は、この1個ずつ皮で、止めていきます。この左がするんで、するときにつられないようにですね。はい、もう一回ゆっくりです。はい、で、これを全部1回ずつ区切っていきますね。1つ目は4、6、6、で次に6、9、9、10、10、10、ここまでですね。はい、せーの、で、6、9、はい、9で、9から12、10から12、はい、ここまでです。はい、せーの、で、6から9、9から10で10から10、はい、はい、でこれをゆっくりつなげていきます。はい、4、6、6、6、9、9、10、10、12、なかなかこう右が頭が低い、難しいです。はい、はい、じゃあもう一回でしょ。はい、ビブラートがパチンってなっちゃう。ちょっとだけさ、あのこの奥行きを少しこうなっちゃってるんですね。踏み込んで、こう指の位置を長くして、はい、で、そうですね、薬指と人差し指と中指と同じ方向に、まあ、ちょっとあの左がこう行きたくなるんですが、これを同じ方向にしてですね。はい、で、この、まあ、親指もちょっと深くさせ構えて、サオリに対してですね、少し対角線にして、でこのまま4、6、6、この4と6の時も、はい、10と12に来た時もこの感覚を保って、これがずっと変わらない。移動する時ちょっと親指がずっとこの感覚がちょっと短くなった、はい、そうですね。あとビブラートしたいと思った時にこうキュッと握りたくなっちゃってました。この薬でビブラートする時は少しこの甲の方をグッと立ててです、ね、指も、はい、指もこう立てるようにしてます。でこっちにこう寝る、指が寝てしまうとちょっとこの脱線しやすくなります、ね。はい、まあ、こう糸に薬指を立てて、はい、でこの指の腹の、先端の方ですね、こっちでこう押さえるようにしてます。でこの、まあ、竿に、指の腹がこう触れないようにするということです、ね、音を立てていきます。でこう糸をこの指の腹で触れてしまうと、ちょっとこう糸を指の腹で閉じ込めてしまう。だからペチンって音が止まっちゃうんですか。はい、その音がちょっとこうペチャっていう、ちょっとこう音がですね、ドライじゃなくなってくる、伸びがちょっとなくなっていきますので、このまま、まあ、そうですね、指の腹を、右をさせて皮で食べていって、はい、すぐこうすぐこうしって浮いちゃう。川で飛べる、タンタン、ちょっとこうタンタン
をするときに、タウっていうこの音はタンちょっとこう早くならないように、タウタンタタン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 タウタンタウタン、そうです、この焦ってるスリラちょっとそうやっぱりこう焦るんですね、移動があるということで、あ早く行かなきゃっていうところなんですが、ちょっとこのスリラの音ちょっとじっくり、はい、支部でこう伸ばすところを一番難しい、はい、タンタンタウタンタウタン、最初のするところもあんまりこうバーンアクセントではない、そうか、まあ、この打ってビブラートをかけて伸ばすところが一番パシーン、打つとこのするとこはそんなに強くなってもこっちの方をパシン、あーバチがこなくて難しい、12から10に上がってきて、でまた10から12に下がって、はい、でもう一回12から10に上ってきます、はい、12から10、10から12、で12から10っていうこの3つのですね、はい、ここまでを12から10、10から朝10、12から10、はい、10から10、タウンタウン、あ、そうです、あ、いいですか、せーの、する時の音は、そこまでこうパシンって音なので、この後の後が大事なんですよね、はい、で、その後今度は3つ目のフレーズですね、はい、で、この10から9に変わってきて、でこの後が一番難しいこのフレーズですが、9を打って6から9にこのままタウンとスリをして、最後に6を打つ。
まあ、右はパンパンパンっていう3回打ってるんですが、左最初のか右だけをちょっとパンパンパンと3回ね。三味線を代表する技ですね。指掛けをつけてるゆえんたる技ですので、はい、よくこう横移動が多いんですね。吸っていくと、はい、でこの、まあ、あの楽器の特性上音が伸びづらいので吸って音を、まあ、あと歌とか、まあ、他の楽器の音がこうビブラートがかかったりすると、はい、揺さぶりがかかると、この気持ちをこう揺さぶっていうところで音に揺さぶりをかけてですね、動きの上でこうシャッと動いていくと目を引くこともできるんですね。はい、よく使っていく技でもありますね。はい、習得されてみてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、ね、すごく難しいですけど、はい、はい、また次の動画もぜひ見てください。はいはい、次はチリタラですね。チリタラ、チリタラの代表する技ですので、
あの弾きとすくいと打つっていう3つの技が合体した技です、ね、いや本当にどんどん難易度が上がっていくので、はい、いやー、はい、はい、まあこのチーターをやるためにこの三味線運動っていうところを言っても過言ではない、なるほどです、まあ、一番こう難しい技なんですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、